えー、それでは6月10日から14日、第24週目のテクニカルでの見通しの方をまとめていこうと思います、えー。今週はですね、円安がさらに進むというふうにテクニカル的には読み取ることができます。ご覧いただいているのがウィークリーなんですけども、この 一番最後に出てる陰線ですら下髭を大きく出してますよね。まあ、つまり下に行くことを否定してるわけですから、その直前の陽線、陽線と、その前のこれちょっと隠れてますけど陰線ですよね。この陰線も下髭を大きく出してます。その前が陽線ですから、やっぱりこの連続系で考えられるのはさらなる上昇かなっていうところですね。 で、えっと、24週目、今週はですね、日本からの材料が結構重要ながら出てきます。まずは月曜日の朝、いきなりですけども、GDP の改定値が出ますね。ですんで、月曜日のマーケットはお昼ぐらいから落ち着いていくと思われます。で、次、水曜日の深夜ですけども、アメリカからの材料が出ます。で、パウエルさんもね、27時30分、木曜日の朝3時30分深夜ですけども、ここで記者会見があるということになりますね。 で、金曜日は木曜日から始まる日銀政策決定会合がありますけども、こちら金曜日の15時30分に上田総裁が記者会見ということなんで、基本的には円安が進むテクニカルでの考え方なんですけども、こういった材料がね、えー、そのテクニカルの円安にどのように影響してくるか、ここを注目していきたいところだと思います。で、次に、冷やしの方を見ていきますね。はい、冷やしを見ていくと、やっぱりこれ下に潜って ていくかなと思ったら上の方にやっぱ突き出る形で円安をさらに進めようとしているところがうかがい知ることができますまずはこちらのトップまで進むことを見ていけばいいんじゃないかなと思いますねかといって月曜日にいきなり倍でエントリーするのはちょっと早勝手になってきます、えー、月曜日の材料による動きを見た上で修正を加えていって、えー、まあ判断をしていきたいですね それから、あと木曜日のスタートは、これまた新しい材料がアメリカからパウエルさんがね、記者会見しますし、金曜日はもうほとんどトレードが不可方でございます。上田総裁の記者会見があります。で、次、4時間を見ていきましょう。まあ、こうなってくるともうね、10日月曜日の相場に関わってくるんですけども、こちらの方で大きく上に伸びて、レンジを突破したのは、 金曜日の23週目金曜日の夜にあった、米国雇用調整の結果です。ここで新しいマーケットが形作られると思いますので、月曜日はその辺も合わせて午前中しっかりと様子を見ていきましょう。場合によっては月曜日全部使ってもいいですからね。観察の月曜日にしてください。まあなんせ、えー、今回24週目は月火、水までが一つのマーケットになってますので、火曜日、水曜日で十分勝負ができます。で、さらに1時間を見ていきます。 大きく伸びた後にやっぱり構えられるのはここでのレンジがどうかなっていうところなんですけどもお話したように月曜日は8時50分にもういきなり GDP の改定値がありますのでここもね大きくこう乱れていくんじゃないかなっていうところでございますまあですんでね月曜日午前中しっかりと観察する場合によっては月曜日1日中観察することに使ってもよろしいかと思います はい。全体的には円安の方に24周目進むと思いますけどもね。それが材料とどのように絡んでいくかってことを見ていきましょう。それでは。